皆さんこんにちは、仙台塾の仙台です。先日ですね、日曜日とかね、深夜 の、 映画、レートショーってやつですかね、あれ安いんですよね。でしかもですね、日曜日のレートショー最高なんですよ。まあ、月の日皆さん仕事があるから、まあ、私もあるんですけど、仕事があるからって言って日曜日のレートショーって人が全然いなくて、映画館で公開も終わりかけとかだったら一人で見られたりするんですね。でそんなことしてたよっていう話をしたら、友達いないじゃんって言われて、あ、英語です。家政婦を尋ねる疑問文ということで、前回ですね、一つやったと思うんですけど、まあいろんな種類があるので、いろんなパターンの問題をですね、例を出しながら、皆さんと一緒に解いていこうと思います。やっぱり、ポイントとなるのが元の文からイエス・ノーの疑問文、はい、家で答えるような疑問文を作り、そこから疑問詞を使った疑問文ね、疑問詞のハテナのところね、何とかどことか誰とかね、そういった、疑問詞の言葉を、疑問詞を使った疑問文っていうのを考えていくっていうのを、まず基本に置いてください。さらにですね、プラスアルファで日本語で一回考えてみる。日本語で一回考えてみて、それで、その日本語で考えた疑問文に即したようなものになっているかどうかっていうのをチェックしていくっていうことを、大切にしてください。じゃあですね、こんな問題。You have 10 books、ね。You have 10 books と書いてあって、あなたはですね、You have、ね、持っている、ね、10、10ですね、books、本、ね。つまりこれ、あなたは10冊の本を持っているよっていうような文になっていると。で、そこで、10というね、10という数字に、下線が引かれていて、この下線部を尋ねる疑問文作りなさいって言われたら、まず、まさにこうですね、相手に、ああ、10冊だよと言わせる疑問文を考えている、日本語で。あなたは10冊の本を持っているっていう情報で、なんて聞きますかね、うん、10冊だよっていうふうに言わせるためには、あなた何冊の本持ってますかがいいですね。最終ゴールこれです。あなた何冊の本持ってますか、うん、10冊だよってなりますよね。つまりこの疑問文、今言った疑問文が最終的な英語にしたいゴールの疑問文なんだっていうふうにゴールをですね、まず見せてください。じゃあですね、行きましょうか。この文、まずどんな動詞使ってますかね。どんな動詞、これですね、一般動詞使ってますね。ハーブという一般動詞使ってると。まずこれを元にイエスの疑問文を作っていきます。一般動詞のルールに基づきながらイエスの疑問文を作っていくんですけど、まず一般動詞で大切なのは、動詞の中に DO、DO という要素が必ず組み込まれていると。普通の文のハテナじゃない疑問文だと、ハテナじゃないとか否定しない疑問文だと、こういう DO っていうのは中に入って隠れてるよ、ね、と思ってください。普通の文の時には隠れてるんですけど、否定文にしたいとか疑問文にしたいというふうに、特別な文にしたいときは、こいつがですね、ビョンと出てきて、サインになってくるんですね。じゃあ、ハーブ、ね、do という要素があって、じゃあ、次にハーブの形見てください。これ、ハーブって別に、ハーズとか、S がついた形でもないです。ハードとかっていうふうに、過去の形でもない。つまり、これをね、前に出すときに、もしハーズとか S ついた形だったら、3人称言いましたね。do, does, did、ね、この3つのうちのどれかなんですよ、出てくるのは。do, does, did で、今回 has という、ね、s がついた形でもないし、 hard という、ね、過去の形でもないってなると、一番上のそのまま、ね、do を出せばいい。 do を先頭にポンと出してあげる。そうするとこれで疑問文完成。あと大文字小文字に注意しながら、 do がポンと出てきて do、 その後同じ do you have 10 books、 do you have 10 books、ね、do you have 10 books って言ったら、あとね、あとなクエスチョンマークつけてあげると、これでイエスの疑問文完成。前回の動画とほとんど同じですよね。この do みたいな要素を前に持ってくる。ね。S つけるのか、過去なのかっていうのを気をつけながら。そうすると、まずここでイエスの疑問文はできたよと。つまり、あなたは10冊の本を持ってますかっていう疑問文になると。で、次に、今回の下線引いてるのはこれですね。下線引いてる、ね、っていうことは、これ、疑問文の中で言っちゃダメなんですよ。言っちゃダメってどういうことかっていうと、これを尋ねるんですから、聞くんですから、知らないはずですよね。だから知らないはずだから、文の中に情報として登場してはいけないんですよ。つまりこれが、わかんないぞってなると思う。で、今回わかんない情報が、何とかいうものじゃなくて、数なんですよね。数がわからんと。数がわからんときに使う英語の言葉は何かっていうと、これなんですよ。2つの言葉で、How many?
How many っていうのはどのくらいたくさんあるのみたいなね、どのくらいの量なのっていうのが How many なんですよね。で、この前も話した通り、こういうハテナの言葉、ね、How many ってハテナの言葉、疑問詞みたいなね、How がまさに疑問詞なんですけど、このハテナの言葉っていうのは超でしゃばり、超でしゃばりだから前に出てくるんですよ。前に出てくるんですけど、今回の How many はちょっと注意が必要です。例えばこの10 books の10という情報と books という本という情報、10冊の本、この2つの情報って皆さんつながりどうですか？情報のつながり、あの親密度というか仲良し加減、強いと思うのか弱いと思うのか。10冊なのは本ですし、本は10冊ですよね。つまりここの情報ってつながり強いんですよ、ね、ギューッと数字とこの何がその数字の量なのかっていうことがつながり強いんですよ。How many になったとしてもこのブックスとね、つながりがめちゃくちゃ強くて、これ実は、How many っていうのデシャバリの前に出てくるんですけど、出てくるときにこいつも持ってっちゃうんですよ。ね、だから、ギュンと持ってきたときに、一緒にこのブックスっていう後ろの、本だよっていう情報も持ってっちゃって、How many books? ってなる。How many books? って書けば、あとはそのまま残りの部分を、大文字小文字に気をつけながら、こうですね。Do you have? の Do you have?ね、つければこれで文完成。 How many books do you have?、ね、How many books do you have? といえばあなた何冊のどれぐらいの本を持ってるのっていうことになるので、あ、最終ゴールいいですよね。あ、10冊だよ、 OK です。ということで、これで下線部を尋ねる疑問文、つまり10という下線部を尋ねる疑問文が完成したよっていうことですね。 How many books do you have? どうでしょうか、ね、やはりポイントなのがこの形、イエスの疑問文作り、真ん中を置くんですね、一回。イエスの疑問文作り、そこから分からない言葉をハテナの言葉にして、前にボンを持ってくる。ね、終わり。ね、これで終わり、ね。あとはクエスチョンマークに気をつけながら、あとね、今日ちょっと、How many っていう2つの単語でありか、あと、Books っていう後ろの名詞を一緒に持ってくるっていうこともちょっとポイントでした。そういうポイント、っていうのを押さえながら、そんなにパターンありません。まあこの後もね、もう少し動画上げていこうと思いますけど、まあ3つ4つぐらいパターンを覚えていけば結構いろんな問題に対応できるようになりますので、ぜひですね、そういう問題が出てきたらなんか英語でね考えるんじゃなくて一回日本語で考えて、あと仕組み、ルール通りにやっていくっていうことを考えると必ず正解にたどり着きますので、皆さん頑張って勉強してみてください。今日はありがとうございました。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。小学生、中学生の皆さんに向けた勉強内容や勉強方法について動画をお伝えしております。チャンネル登録、高評価お待ちしております。ではまた明日の授業で会いましょう。